はい、皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します、よろしくお願いします。やっとね、先日、2016年7月8日金曜日、仕事終わりにやっと、車が仕上がってね、もちろん中古車です。はい、僕は新車買える余裕はないのでね、中古車。はい、で、トヨタのラッシュ、こちらはね、ダイハツのビーゴとほとんど同じです。はい、もうダイハツ車と思っていただいても間違いないかな。はい、ということで、こちらのね、トヨタラッシュの方の、詳細にわたる動画みたいなのはね、説明してる動画みたいなあんまり見受けられないので、また今回も作ってみました。とりあえずドノーマルの状態で皆さんにご紹介しようかなと。これからカスタムとか交換できる場所はしていきたいなと思います。こちら、グレードはラッシュ G、 はい、で、型式 J210E-GQPF ですね。はい、で、今ね、書面が目の前にあるんですけど、初年度登録っていうんですか、19年ですね、6月、9年前ぐらい、今平成28年かな、9年前ぐらい。うん、平成ってあまり使わないからよくわかんないんだけど多分そのぐらいですね、前ですね。はい、で色はね、一応グレーになってるんですけど、光の当たり加減ではなんていうんですかね、ちょっとパープルっぽく見えたりもするんですね。まあ、僕パープルあんまり好きじゃないので、まあガンメタ寄りかなと思って当初買ったんですけど、まあ光の当たり加減によってそれは違うようです。でこちらの車両はテリオスかな、ダイハツでテリオス、トヨタだと何でしたっけ、キャミーでしたっけの後継者ということで、僕は今までずっと四角い形、ちょっとカクカクしたのが好きで乗ってたんですけど、今回はもうちょっと 1500cc クラスのね、SUV、まあ、黒缶できたらそれの方が良かったんですけど、その枠で攻めていくとね、やっぱりジムニーのシエラとか、あとほんと昔の車で言うとちょっと上のクラスになると三菱のパジェロイオかな、1800ぐらいでしたっけ、あれになっちゃうんですね。あそこら辺になっちゃうとちょっとまた税金が上がっちゃうので、1500でないかなと思って探してってヒットしたのがこの1台ですね。はい、でまあシエラは以前に1300乗ってますので、まあじゃあこちらにしようということで、そこそこレア属性というかね、はい、あんまり走ってても見かけたよって方少ないかもしれません。はい、僕も、通勤時ですね、行き帰り1日見れて1台、運が良くて2台、だいたいシルバーが多いですね、見る車。はい、そして、ドライバーの方はなぜかおばちゃんが多いですね。はい、若い方乗ってる方少ない。はい、で僕が、以前もラパの時も比較検討しました。これね、大きさですね、僕が身長171しかなくて、今度はこの車はこのちょっと下目から狙ってるので、若干ねニュアンス的には変わっちゃうかもしれませんが、だいたいこのぐらいの感じですよっていうのを意識していただきたい。まあもちろんこのぐらいの車格になっちゃうと、洗車するとき屋根部分は踏み台がないと無理ですよね。本当にね、まあ本当に古い四駆とか僕乗ってたので、カクカクした四角い四駆の場合はタイヤハウスが結構空いてる車が多いので、もうタイヤの上に乗っかっちゃって洗車で拭き作業とかやっちゃってる感じなんですけど、この車は捕まる場所がまずない、丸くてので、しょうがないかなって感じはします。はい、で窓を開けてみて、今度は車内の説明ですね、ご紹介いたします。ちょっとまだ乗り慣れてないので、まあ見た感じ、僕も見ながら皆さんと一緒にこんな感じだっていうのを、知っていく感じでしょうかね。このね、取っ手と申しますか、シルバーのこの部品ね、インターネット上のレビューとかにも結構書かれてたんですけど、見方によってはちょっとおもちゃっぽい安っぽい感じに見えちゃいますよね、このシルバーの部分はね。はい、で収納に関してはかなり豊富だなと思いました。ただしその一つ一つが形がもう完全に限られてるんですよ、何々がしか入らないみたいな感じ。まあもちろんそうなんですけど、なので限られる。はい、でこれ一番ね、右側のこの四輪みたいなマークはこれデフロックです。はい、ぬかるみとか雪道とかでまあはまっちゃった時ですかね、特にね効果を発揮するものだと思います。はい、
で、あとはまあペダル類は今回は、サイドブレーキはフットの方ですね。ラパンでは、サイドブレーキだったんですけど、こちらはフットの方ですね。うん。で、シートの方も、上下ができて前後はもちろん、あとリクライニングはもちろんで、後でご紹介します。ヘッドレストのこの U 字型のヘッドレスト、これにはね、なんか糸があるみたいですね。どうやらデザイン的なものプラスなんか特殊効果を狙ってるような、はい。でアームレストに関してはこれラパンと同じくらい、もしくはそれよりも短いかもしれない、はい。で収納ね、まあ僕の 6S がちょうどすっぽり入る。で蓋をずらすと、もっと深い収納があります。これ下今ねブルーになってるんですけど、これは僕が100均で買ってきたのをカットして引いてるだけなので、もともとからこのブルーではありません、はい。で、前方にドリンク置き場かなが2つあって、今回はコラムじゃないんですね、ここなんですね。なのでちょっと慣れるまではね、僕もラパンがすごい長かったので、なんか普通車怖いと思いましたね。本当にね、仕事もそうですけど、プライベートもこの3年間ラパンしか乗ったことなかったんですよ、はい。でメーター周りのこれ LED でいいんですよね、照明赤が、まあ、目立つと思うんですけど、かっこいいですよね。赤黒が結構好きなので、あと赤オレンジとかね、はい。ので、まあ赤って言ったら蛍光色で、まあ、目にねつく感じなんですけど、これはかっこいいかなと思います、はい。そしてオートエアコン、これは初めてなんですよ。うん、なんか初めて尽くしって、僕がいかにね、やっぱり以前申し上げた通り10年前から20年前の車ばっかり乗ってたので、ねスマートキーもわからなかった。で今回はこれ給油口は運転席方向ですね、はい。ラパンとは逆、うん。で、まあ、ここら辺に限っては大差変わらないんですけど、まあ、ここにはロックついてますよね、はい。で、この車は収納がねかなり優れている。特に後ろはかなり広い。でこの椅子も2段階に折りたためるんですよ。後でご紹介します、うん。で使いやすい。で、こちらのヘッドはこういう形、これもね初めて、なんか埋め込むというかね、タイプで面白い。で運転席後方の方が、座面が、面積が広いんですね。座面っていうか背もたれの方か、背面か、座面も一緒か、はい。で後ろの方がの人が使う、これはドリンクホルダーでしょうか。ちょっとね開放しようかなと思ったんですけど、やり方わからないでバキーとか言っちゃうといきなり開くので一応怖くてこのまま閉めちゃうんですね、はい。やり方わからなくて、おそらくドリンクホルダーだと思います、はい。で先ほどのヘッドレストの理由は、後ろに座った人から見る、あ、これがあったか、これは物をぶら下げるものですね。マックス3キロって書いてあります。買い物袋かなんかでも3キロってなかなかすごいですよね、はい。でごめんなさい、さっきの説明ですね、開放感を狙ってるんです。この圧迫感が普通のヘッドレスト閉じたやつだと後ろの席の人は圧迫感があるんですけど、ちょっと隙間を開けることで開放感ができるということで、そういうものを狙ったデザインのようですね、インターネット情報によると、はい。で背面タイヤカバーっていうの今回初めてでして、ちょっと撮るの忘れちゃったんですけど、このリアのドアを閉めるとドカンボヨヨヨンってバチバチバチンと音がしますね。そこがねなんか干渉してて、ちょっとねうわなんか安っぽいなって思いました。バチンボヨヨヨンみたいな、バチバチバチンみたいなね、何か干渉してる音がするんですね。ちょっとこれが安っぽい、だからゆっくり閉めた方がいい、うん。でそれとちょっとありがたいなと思ったのが、ここにシガーソケットがあるんですね。ここから電源が取れる、これがいいなと思います。まあ SUV ならではなんでしょうかね、おっと思いました。まあ実はこれちょっとね開けますよ、はい。後部座席を折りたたんだ状態、前の席までぐるっといっぱいいっぱいまで持ってくると、ここまで広さが取れます。ちっちゃい自転車なら2台乗せられますね。まあカタログ上にもそんなことを載せてるような感じが見受けられたんですけど、はい。で後部側に回ると、まあここら辺のポケット類はいいとして、
はい、ここで閉じてますよ、ここにちょうどはまりますよってことを今お伝えしてます。そして、フックですね、折りたたんだまではいいですけど止めないと後ろへバタンって倒れますから、このフックをヘッドレストの支柱に向かってはめると、あの2つ2本あるんですけど、ちょっとどちらかはどちらでもいいのかな、一応伸びるんでどちらでも大丈夫なのかな、はい、ヘッドレストへこのフックをかけて戻らないようにするという感じですね。うん、でこれはね、このままバタンと締めちゃうとこの多分フックがね、もう場合によっては割れちゃうかもしれないんで、外側に出すのか何なのかっていうのは分からなかったんで、僕の場合は外へ出してみました。でちょっとねはめ込み締まりが悪かったんで、うん、なるべく力強くやる感じかな。はい、まあこれは中古車、まあね、それぞれですから、使い方してる方が、だからあのご自身で中古車買った方が、分かる程度でしょうかね。はい、でここら辺はなぜかあの一番最初にガチャンって止まる部分がフラットじゃなくて前寄りなんですよね。ほら斜め前、あれもうちょっと後ろに来てもいいんじゃないかなと思ったんですけど、ここら辺は後ろに荷物積むことを前提にといった角度なんでしょうかね。はい、でここら辺は、まあ、特にうん、お伝えする部分はないかな。はい、そしてグローブボックス、うん、こちらに関してはかなり奥に深い、なんかいつもならもっとガバーって開いて入れやすい感じがあるんですけど、この車は入り口がちょっとしか開かなくて奥に深いっていうイメージがあります。そしてサイド側には何でしょうね、タバコとか入れられそうな、そんなスペースで、引っかかりもこれ何回もやってるんですけど引っかからないんですよね。ので、下側を持つと一発で引っかかりました。はい、であとは助手席下にシューズ系ですかね、靴系を入れるものでしょうかね。まあ他車検証とかいろいろ入れるものはその人によってありますけど、はい、とりあえず収納によってはすごく豊富でいろんなものが入るなっていう感じがしますね。はい、でここにもシガーソケット、うん、で僕はシガーソケットで結構給電してイルミネーションとかね、いろいろ引っ張っちゃったりするんですけど、ちょっとね、今回は邪魔になりやすいものによっては邪魔になりやすい位置なので気をつけようかと思います。はい、ルームライトは、まあ、ちょっと2灯ついててかっこいいですよね、広めで。うん、で次こちらエンジンですね。はい、エンジン音を、聞いていただいて、皆様とはお別れしたいと思います。はい、まあ気づいたところはこのホーン、僕これからホーン変えるんですけど、これからっていうのもちょっと先ですけど、買いやすいですね、ものすごい買いやすいこの位置は。はい、でまあエアクリとフラグは変えるでしょうね。できればバッテリーも容量が一回り大きい、サイズじゃなくて容量ですね、大きいやつに変えようかなと思ってます。はい、こんなところでしょうか。ちょっと音で今聞きにくいでしょうかね。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。また見てください。カスタムもね続々やってって、ちょこちょこ動画も上げていきたいと思いますので、もしよろしければご覧になってください。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕の動画はケルチャンネル、ケルケルームチャンネル、ケルケルームゲームズチャンネル、そして任天堂ゲームメインとなるケルケルームゲームズ EX でご視聴いただけます。各動画チャンネルは動画解説欄にてご案内しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も解説欄からどうぞ。